寝室っぽいね。ここで、ゆったりした曲を聴きながら、この曲はあれやろ。歌ったねやろ。どや。見えんかった。ほい。ということで、今回もやっていきたいと思います。じゃあ早速、ゆめみの館へ。いらっしゃいませ。リラクゼーションサロン、ゆめみの館へようこそお越しくださいました。はい、ということで今回はね、住民すべての家に庭があるローズリボン村に行ってみたいと思います。すべての住民の家に庭があるってすごいな。わざわざ作ったってことやろ？そういうのね。そういうセンス欲しいな。やっぱ各キャラにあっとったりとかするんかな。はい、ということでローズリボン村に出発。はい、ローズリボン村に到着。おー、すごい。もう名前の通りやね。バラがいっぱい。夢の世界へようこそ。あなたは今、ローズリボンという村の夢を見てらっしゃるのよ。現実の世界にお戻りになりたいときは、もう一度こちらのベッドに横になってくださいましね。それでは、都のローズリボンの世界をご堪能遊ばせ。あ、しかもこれちゃんと、ね、周りはいっぱい小さいバラが咲いとって、この道にはリボンが、確かにローズリボンだ。いいね、いいね。あ、これは、メガホン。そして、バレエシューズ。ん？この辺に、服は、靴だけ？なんかな。バレエシューズと、バスケットシューズ。え？なぜスポーツ系シューズ？ちょっとわからんけど、バレエシューズ履いていこうかな。はい、バレエシューズ身につけました。で、こっちはシャボン玉とミックスソフトクリーム。お、じゃあちょっとシャボン玉いこうかな。はい、シャボン玉を身につけます。ふー。お、いいね、いいね。さあ、じゃあ一応これで、あ、かわいい！ウェルカム！マイメロやん、マイメロ。あ、めっちゃかわいい。いいね、いいね。いやー、かわいいわ。なんかこういう、なんていうんやろ。夢かわいい系の村ってね、最近あんまり行ってないかなっていう感じがするよね。最近ちょっと、綺麗め系の村とか、素朴系の村が多かったけん。あ、かわいい。かわいい周りの、ハートとリボンや。ここはカフェだね。さあ、それじゃあ、待って、一軒目の家めっちゃ遠くに。あ、どうも。この子は、ゆきみちゃん。あら、もしかしてお客様ですか？はーい。ちょっと寝ぼけ気味なので、何もおもてなしできませんけど、ぜひ楽しんでいってくださいね。楽しませていただきます。ぜひとも。いいね、いいね。これ、あ、これもリボンのマークなんや。なるほど。一応ね、広場にもあったけど、何かなってちょっと思い言ったよね。そしてちょっと、一軒目の家、こっちの方にあったはずだから、あ、いいね。この辺もめっちゃ。はい、こっちの方に、あ、いたいた。キャリーさん、キャリーでーす。あれかな、キャリーパミュパミュを意識してる感じの。ちょ、今ゆっくり言ったよ。いいね、いいね。こう、庭先で、休む感じ。このベンチは私、全然、まだね、公共事業頼まれてないけんな。はい。一軒目入ります。お邪魔します。お、雲の上や。いいね、幻想的。すごいファンシーな感じ。そう、私ね、キキララの家具がめちゃくちゃ欲しいのだけれど、キキララのカードだけ持っていないというこの辛さ。これは、泡みたいな感じになったんかな？え、そういうことじゃないんかな？なんか、あ、いいね、音いいね。なんか魔法かけたみたいな感じ。めっちゃ可愛い。全体的にキキララの家具かな？あ、この辺はマーメイド家具？かな？でもこの辺の家具も私持ってないけんな。マーメイド家具ってどうやって手に入るんやったっけ？何かしらでもらうんやったっけ？買うのではなかったよね。
はい、上の階へ。お、上はマイメロでまとめられてる。めっちゃ可愛い。いいね、いいね。私、ロータスランプ好きなんよね。可愛くない？幻想的な感じになるよね。ちょっと明かりの感じとか。あ、1個消しただけじゃあんま変わらんのかな。あれ？ 2 個消しても変わらん。あ、でもあっこにも、あっこにもね、スタンドライトがあるけんかな。いいね、いいね。マイメロすごい好きなんかな。ね、外にあった、ウェルカムって書いてる顔出し看板もマイメロやったもんね。女子力。ほい、それじゃあ。もう裏に行ってしまっている。なるほどね。キャリーパミュパミュとか好きなんやったら確かにちょっと個性的な可愛い系のっていう感じなんかな。2軒目は、キャンプ場の隣にある、もしやテントとかかなっていう予想。いいね、こういう、なんでもないところにちょこっとこういうのあるのいいな。お？和風？どうも。タクタクー。え？あ、こういう感じ。旅館とかかな？ではなく、お邪魔します。おー、いいね、いいね、いいね。あ、めっちゃ素朴な感じや。え、私、家さ、全員漏れなく、夢川系なんかと思った。あ、めっちゃいいね。なんか、キャンプ場にあるログハウス内って感じ。そして演奏していく。あれかな、靴だけ用意されとったのって、裸足じゃちょっとって思ったけんかな。優しい。優しい。そしてここにいきなりある野生的な肉。かぶりつきたい。こういう肉みたい、ちょっとね、ルフィが思い浮かぶね。ん？あの、あ、上にあるのは調理器具か。なるほど。はい、それじゃあ、上の階へ。あ、上は、寝室？泊まるところ。あ、でも下にもベッド一応あったか。お客様用って感じかな。そして夜になったら、きっとここからね、綺麗な綺麗な星空が見れるというわけですな。いいね、いいね。なんかわからんけどさ、これ外じゃないんやけど、なんかこういう建物が建っとる場所やったら、きっとめっちゃ星空綺麗なんやろうなって思うよね。はい、それじゃあ。3軒目は結構離れていたような気がする。この辺結構周りとかもね。私いつも思うんやけど、これってどういう風にやりよん？シャボン玉。シャボン玉。え、これは何？竹なの？竹の子？ある程度成長してきてから、カットとかできるんかな？木をカットするのと同じような感じで竹をカットしたらああなるってこと？でも普通に緑の竹とかやったらああいう風にはなる。うん、竹の子になりかけの時とかにカットできるってことかな。ちょ、いまいちね、わからないんだけど、あ、これ、シュノーケルとサングラスやった。水泳ゴーグルとピンクマリンスーツ。なるほどね、水泳もお楽しみくださいみたいな感じかな。でもここは一応、まあ一応、あれか、陸続きでもいけると。この子、ルナちゃんやった？めっちゃ考えてる。初めて会う人だよね、ルン？そうだよ。なんだか最近、夢と現実の区別がつかなくなってきちゃってさ。わかる、それめっちゃわかる。え、そういうこと結構あるよね。めっちゃなんか、日常的にありそうなことがそのまま夢になったりとか、夢の中ぐらいちょっと特別なこと起こってほしいんやけどね。どうも。ユノメロさん、お、村長さんやね。こんにちは。どうも、こんにちは。いいね、いいね。庭付きの家とかに結構ね、住んでみたいんよね。お、かわいい。あ、めっちゃかわいい。これ床は？マイデザかな？見たことない気がする。あ、そう、これをね、常吉の屋台でさ、めちゃくちゃ当てたかったんだけど、結局当たらずじまいっていう。
ただいま大変混み合っております。申し訳ありませんが、しばらく経ってからおかけ直しください。はい、すみません。でも基本的にはやっぱりこう、夢川系好きなんやろうな。お、これ。これはマイデザ？かわいい。このランプめっちゃかわいい。ね、いいね、いいね。乙女な感じがすごいする。そして、今かかってるのは何？お散歩。お散歩か。私曲聴いただけで何の曲名か全くわからんくってさ。ケケアイドルだけちょっとわかるけど。はい、2階。2階は、ここでなんかお客様のおもてなしをする感じ。よいしょ。こっち 3DS やけど。あ、いいね、これ。え、窓の周り、花で囲っとるとこめっちゃいいやん。いいな、いいな。で、これさ、ね、もともとの窓にもきっちり合うっていう。え、素晴らしい。めっちゃ可愛いんやけど。あ、いいな、いいな、いいな。この壁紙すごい好き、私。おしゃれ。なんかおしゃれなカフェって感じがするね。そんなところに私も住みたいわ。はい、そして地下へ。お、地下は寝室？寝室っぽいね。ここで、ゆったりした曲を聴きながら、この曲はあれやろ。歌ったねやろ。どうや。見えんかった。見えんかった。じゃあ誰か教えてね。え、でも絶対歌ったねやと思うよね、きっと。めっちゃ可愛いけど、なぜこれが。見なかったことにしよっと。あ、まあでも一応これはタンスなのか。タンスなのか。あれよね。別に中にトゲがいっぱいあるやつとかじゃないよね。隣に花も飾られてるけん、何かしらちょっと意味深なことを想像してしまった。ホラー村じゃないもんね。いいね、いいね。そう、部屋の中に緑もいろいろ取り入れたいよね、やっぱり。かわいい。そしてクマちゃん。何気に大きいよね、このクマちゃん。はい、それじゃあ。いや、いいわ。もうびっくりした。いや、女子力を身につけたい。そして可愛い服を作れるようになりたいね。マイデザ。マイデザってやっぱり、こうね、自分独自のものやけん。もう村自体がすごいガラッとそれで変わるよね。あ、どうも。あれよね、ポケモリにおる子よね、ジェシカ。ん？見たことない顔だね。はじめまして。うちの名前は、あ、やめとこ。夢の中で名乗るなんて、ちょっとやぼだもんね。ね。ね、かわいい。まあ、確かに、なんか夢の中にさ、たまに見知らぬ人とか出てくるよね。あれ何？って感じやけど。いつか会うんかな。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いや、いいね。こういうなんかひたすら可愛い、夢可愛い系の村。結構作っとる人多いんやけど。いや、私にはそういうセンスがないから、羨ましい。